おお。バット振ったからかもマジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。チェンです。遠藤里乃ちゃんと中谷鈴音ちゃん、一緒に撮影させてもらっております。今日本当はアレンジマッチプレイ、リンゴルフアレンジマッチプレイやる予定だったんですけど、はい、あいにくの天気ということで急遽、いつもね里乃ちゃんが練習している練習場に来ております。2人の練習方法とか、まあ、いろいろね聞いていけたらなと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ1つ目の練習の方が、はい、そうですね、飛ばすね。そう、私今日持ってきたんですけど、いただきます。お、いいですか？いいですよ。はい。なんか重そうですね、それ。これ、実は3キロのメディスンボールなんですけど、はい。うん、私がなんか飛ばすのに大事なのは、この切り返しのところかなと思うので、うん、で、飛ばそうと思った時って、大体、基本的にみんな上半身が強くなっちゃうと思うんです。そうすると、あれだときに、突っ込みやすくなると思うので、はい、で私もそれも結構癖があって、それ直したいから、その場でこう回転したいから、やることは、この3キロメディスンボール持って、ここで、この練習を、で、これはだいたい5回ぐらいやって、これが打つ。これでちょっとイメージ。こっちで落とす、こっちでこう落とすイメージだったらこうはならないじゃないですか、絶対にここで落としたいのに体が状態が突っ込むときになって、これを意識してやってからドライバーを打つと勝手に意識されます。へえ、この辺は決まりました。遠藤里乃流飛ばし方。伸びたかもしれないですね、ジュンさんと撮影した前より、前より、なんか球がさ低くなった、低いってなんか強くなった感じする、強、うん、はい、なんか飛びます、10ヤードぐらい飛びるようになります。へー、すごい。後ろでずっと使いたそうにしてたから、もっとじゃあ、それで自分の右側に回ってくるときに、こっちに、こっちに力が伝わる、上げて、パーンと、そう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 、ここで、でそれがちょっと今前にボールが行っちゃった、はい、でこっちに行くような、うん、あーなるほど、真下かちょっとこっちにボールが行くような、今こういう風に力を使ってるから、はい、そう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 いう感じ。一回打つ時にそういう感覚ってありますか？あるある、あの飛ぶ時の感覚ってそれなんです。多分曲がらない時の感覚はないかもしれないけど、飛ばしたい時はこっちに、真下に、本当にスリップの真下にここで、あ、こっちに近い、いきなり飛ばそうとして、いきなりこう
こう来るとカットになったわけ。ここで一回こっちためがあるとしなるから、さっきお、そう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 、飛びそう体幹を使いそう、すごい、なんか手で耐えるもんね、やるんじゃなくて手じゃなくて体幹でパーンってこっちに、手だけでそれやっちゃってたら同じ動きはできるけど手と違ってこっちを意識してやった方がいいです。なるほどね、はい、打ってみますか。打ってみますか。急になんかスルースピードが遅いんですよ。ヘッドスピード上がる。上がる。上がる。でもあの普通にスイングして今の動きをやると30秒前の体の動きって人間覚えてるから。勝手に、だから自分で意識すると逆になくっちゃうから、はいはい、これをやってそのまま普通に振るの。あー、そう、いいね、おー、いいよ。そう、普通にだからスイングを変えるじゃなくてこれをやってから普通にスイングすれば勝手に覚えてる。あー、逆に余計なこと考えない、どっちやろうみたいな、やろうじゃなくてこれをやって体覚えてもらって30秒ぐらいでも変形覚えてる。おー、 おー、全然違う、やっぱ、ね、重みが伝わるの、たまに。いい、どうですか。私も鏡みたいな手玉しか出なかったので。そうだね。ありがとうございます。はい、なんか、レッスンってか、普段の練習で聞けばいいじゃん。いや、レッスンにしたいです。いいなと思ってみてください。じゃあ今日はあれだ、ここぞとばかりに。ね、めっちゃ飛んでる。いい感じです。ね、ウエッジやってアイアンやって今の一気にドライバーに飛んじゃうんですか、普段も。いや、普段はウエッジやって9、7、5で。で、スリーウッドを持ってるんで、なるほど、ちょっとやって、で、ドライバーやって、うん、最後に9番で締めるんです。うん、まあ、あと、ちょっとアプローチやりたかったらアプローチを、15ってやって、またね、最後戻す、省略しますと撮影なんで全然大丈夫。今、ポイントにあの道具が挟んでいい感じです。はい、まあ、あとは、あの逆打ちとかしてたのはわざと左打ちのクラブを、そういうのを持ってるんだ。はい、へえ、これ逆なんで左なんですけども、うん、なんか体は右ばっかり打ってると体がどうしても歪んじゃうじゃないですか。なるといけないんで、左で素振りない人は左で素振りしたらいいと思う。で、私は左のクラブが練習用で持ってるので、グリップとかちゃんと左で変えて本当に左打ちの練習、そうすると体のバランスが取れにくいのでそれやってます。へー、なんか前にこのショートコースを見たんですけど、皆さんの左打ちと私の、うん、それを言ってオベリバンのハンディでやろうって言って、うん、面白い。で、勝っちゃった負けたかって、最初は普通に、ワンオフだよ多分、あの私が思ったより左打ちにまっすぐちゃってパワープレイぐらいで回っちゃったんですよ。あの、ハンディ入れてパワープレイぐらいで回っちゃったんですよ。スズネって普通に上手くて、ワンオーバーぐらいで回ってきてたのに勝っちゃったんですよ。エルビアンもらってエルビアンもすごくない、上手すぎだね。いい勉強になりました。いやいや、辛い。練習した。そうです。あれが打てない。練習したよ。すごい。今これ8番アイアンです。何本持ってるの？アプローチウェッジと8番アイアンで2本しか持ってないんです。それでも十分練習にはなって。練習で2本。もう1本あるらしい。
番人でも全部もらえる。もう全部使っていいよ。あ、でも当たってる。いい感じ。綺麗。あのね、ボールの本当に右側の先だけ意識してライン出すような感じで、うん、そう、なんかプロテスターの時も見たかった。右も同じで、特に左は上がりやすいから、ボールの右側、そうそう、ボールの右側ちょっと最後までライン出す感じ。あ、そう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 、ちょっと球上がる、ちょっとしないで、そう、いや、慣れてないじゃん、普段。そうです、右だと意識しないでできてることが、左だと意識しないとできないから、ちょっとそこ意識して。すごいね。でも、左向き私最近だから分かってた。あー、でも左向きはちょっと長くない。左打ちはどれぐらいの数やるの？左打ちは、例えば100球練習したら10球、200球練習したら20球みたいな感じで、うん、ちょっと挟むって感じ。そうです、うん、バランス整えるためなんで、うん、あくまで、うん、そうです、自分の1ぐらいの数で、うんうん、でも楽しくてやっちゃうんです。確かにね、楽しい。楽しいよね、なんかさ、初心に戻った感じ。初心者な感じで楽しい。うまくできないと悔しくて練習しちゃう。上手くなりたいです。そう。うまい。スヌッチはセンスあるから、やればすぐできる。器用ないですよ。器用。はい、でもちょっと今日は雨ですけど、でも全部天然芝ですよね、ここの練習場。下が、はい、奥何ヤードぐらいまで、それ250とかありそうだよね。10ぐらいだと。だよね。ショートコースもついてるでしょ。あ、がぐるっと囲まれてるのか。囲まれてて、こうなんかよりベント芝なんですよ、ショートコースは。うん、いつも勝負して。あ、勝負してんの。、うん、すごいいいとこ。いいですよね。みのちゃんと練習するときはここばっかりなんです、うん、めっちゃいい。さっきの左打ちと対決したっていうのはこのショートコースで、ここです。9ホールやって。そうです、だったの。9ホールやって、なんか8番とアプローチとパターをみのちゃん持って、私も3本ぐらいでやったんですけど、めっちゃ厳しいなって自分で言ったら。まあそうだね、なんか9ホールやってね、なんか1オーバーとか1アンダーとかだと、それはりのちゃんが上手すぎちゃうよね、左打ちがね。なんかね、3ホールとかだったらたまたまだよとかって言えるけど、9ホールだとまさかみたいな感じ。皆さん、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントをお待ちしています。お願いします。お願いします。